それではですね、続いては古田さんと山里さんに伺いたいと思います。はい、はい、ベテランの古田さん、山里さん、はい、果たして現在理想の家族になれたんでしょうか。古田さん、理想の家族になれましたか。なれた、かっこいいわそれ。龍馬くんと違ってね、あのうちの家族、あのおばあちゃん、奥さん、はい、娘4人で住んでるんですけど、あの全く干渉しない。何の会話もない。居心地はでもいいんですか。あの、まあ、ご飯一緒に食べない、今日何してるか知らない、最高の家族です。でもそっか、別にそれがなくてもだからってこう寂しいとか冷たいとかってわけじゃないわけでしょ。それでもなんかないない、居心地がいいっていう。そう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 、はー、まあ、たまにおいらが、まあ、毎晩飲んで帰るから、はい、たまに早く帰るとうわって言われる。あれ、ねえ古田さん、それ理想なのかな。いや本当に居心地いいですよ。何にも干渉しないが、ご飯もバラバラ、時々風呂開けたら誰が入ってたみたいな。そんなドラえもんみたいなことあるんですね。いやでもね、竹内さん、杉崎さんとはもう全く、ま、真逆の、うん、ことでしたよね。確かに。いやでも竹内さんがそれ聞いて、あ、それもなるほどなって言ってましたもんね。確かになと思いました、うん、そっか、居心地がいいな、これ空気みたいな存在って実は最終的に理想だってよく言うじゃないですか。いて当然みたいな、ね、うん、ベテランになると、うん、やっぱりそういうことになって、ね、あの3文字はかっこよすぎるよ。慣れましたから、慣れたドンっていうのは、ね、本当ですよ、うん、世のお父さんたちはみんなそう思ってますよ。あら、あら、急にね、そういうね、確信ついたかっこいいことをスッと言うでしょ、古田さん。いやいや、ずるいよ。お金さえ置いとけばいい。そうね、うん、自分たちが暮らしていけるようにしてくれてりゃ、それは何の文句も言わねえよっていう。理想ですよ、それも。ですよね、はいはい、さあ、じゃあ最後に山里さん、はい、お願いします。休憩時間ですよ。はい、私これですね、とにかく誰でも一緒になってくれれば全て理想になりますと。ちょっとね、まず家庭をまだ持ててないもんでね、あの当たる占い師の人にですね、結婚運っていうのを占ってもらったんですよ。そう、あの今世がないというふうに言われましてですね、今世はないんですって、結婚だから。今世は理想の家族なのは難しいんですよ。で、なんとか負け惜しみ程度に、じゃあしょうがねえ、来世に期待かって言ったら、その占い師が、山里さん言いにくいんですけど、来世草なんですよねって言われちゃって。すごい無責任なことですね。無責任。そう、俺来世草だから、もし来世で俺見つけたら積んで、うん、みんな積んでね。そうですね、うん、はい、うん、あの家の近くに草生えてて、なんかちょっとこれ違和感感じるなと思って草見つけたら摘んで、うん、草むしりします。あ、むしっちゃうのね。鈴木さん、それもう捨てる前提だよね。草むしるって言ってるからね、うん、さあ、ということでございまして、うわ、そうですか。いや、まあ、とはいえですよ、はい、とはいえですよ、はいはい、山里さん近くにいるじゃないですか、パートナーが。僕がいるじゃないですかね。どれですか。いやいやいや、もう大の仲良し、はい、しずちゃん。ああ、いるじゃないですか。いや、仲良しっていうか、まあ、相方ですから。一緒に住んでるって噂ちょっと聞きましたよ。どこでですか。いやいやいや、住むわけないじゃん、なの。照れないでくださいよ。照れてないですよ、不愉快な顔してるんですよ。いやいやいや、いや、だって、うん、一緒に住んでたら、うん、今日発表になったね、みんな家族割二人でお得になりますよ。いや、だって別にそれはだって家族じゃないとダメでしょ。いやいや、別に俺結婚してないし。家族じゃなくても、結婚してなくても血がつながってなくても一緒に同居してれば OK ですから。住所が一緒だったら OK なの。そうなんですよ。だからしずちゃんと二人でお得になります、うんうん、なるほど。いや、家族割のね、分かりやすさ説明するために俺たち同棲させないのやめてくれないかな。いやいやいや、してないですけども、もし仮にね、誰か、まあ、そういう人が一緒に住んでたらいいと。そうなんです。俺としずちゃんが同棲してるかもって話、このメンツ集めて誰が興味あるんですか。見てください、驚くほどシャッター減ったでしょ。そうです、記事にならないですもんね。いやいや、でも、ね、あ、でもそういうことなんですね。そうそう、そういうお得なことになりますから、うん、で、あの皆さんも遠く離れたところに住んでる親戚の方とかいらっしゃいますよね、うん、でそういう親戚の方ともみんな家族割入れますから。住所一緒じゃなくていいの。はい、あの親戚でしたら家族、もう本当にあの血のつながってる家族でしたら、あのもうちょっと詳しく言いますと、最大10人、家族だったら最大10人加入できます。だからもう本当にね、あのおじさんおばさんとかってそういう感じで全国いる、みんな10人入れます。で、家族じゃない場合でも同じ住所に住んでいれば OK、 加入できます。あ、シェアハウスとかでもいいわけですね。そうです、
大丈夫。それは寮とかでもいいんですよね。いいですよ、寮の中で仲良し同士でみんな入るとか、それも OK です。いいですね、それは。そう、家族じゃないよね、でもね、ね、だからまあみんな家族ってそういうことなんですか。そうなんです、もうみんな家族っていうか、ソフトバンクの考えているこの家族の定義っていうのが本当に広いんですよ。時々、長渕剛さんがコンサートで俺たちはみんな家族だみたいなこと言うときありますけど、それもじゃあみんな家族と捉えていいんですか。まあでも大きく言ったらそういうことですね。まあでも10人までなんですもんね10人までいけば厳選しないといけない。厳選ですね、厳選。そうだそうだ、そうそうそう、うん、そうだ。だからもう本当みんなで、もう今って家族のあり方っていろいろじゃないですか、ね、結婚するんじゃなくてこうパートナーとしてずっと一緒にいる方もいらっしゃるし、ね、介護で一緒にずっと住んでる、血がつながってない方もいるし、まあ、そういう方に、皆さんにね、使っていただけるようにそういうサービスになっております。みんな家族 なりましょう ね。はい、ここが、はい、ここが同棲することは多分ないと思うんですけどもいいじゃないですか、シェアハウスみたいな、楽しいと思いますよ。あ、シェアハウス ね。関崎さんどうですか。そう思いますそれは困るよね、この4人でのシェアハウス提案されたらそれは困るよね、さすがにね。そうです、斬新ですね。斬新だよね、誰もリビングに来ないんでしょうね、まあでもいろんなパターンが広がっているということで、皆さんもぜひ、ね、ご利用いただきたいと思っております。さあ、ということで本日はソフトバンクの新しい CM に出演が決まりました。古田新太さん、竹内涼真さん、杉咲花さん、そしてゲスト MC といたしまして山里亮太さんにお越しいただきました。お邪魔しました。皆さん今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。